はい、こんにちは。株式会社スピージャーパンの三橋大輔です。えー、今日はですね、ビジネスのノウハウについてお伝えしたいと思うんですけれども、今日のノウハウはね、えー、セミナーの受講の仕方というのをーテーマでお伝えしたいと思います。あのー、ま、あこの私のね、喋ってるこの YouTube というのは、ま、あビジネスノウハウに カテゴリーされると思うんですけど、まあこれをね、熱心にご覧いただいている方っていうのは、まあビジネスをどんどんね、加速したいとか、向上したいという方が非常に多いと思います。そうなってくると、次にね、えー、まあ学ぶというか、あ考えるのは、やっぱりビジネスセミナーにちょっと出てね、もっともっと濃いノウハウを学ぼうというふうに思うと思います。まあ各いう私もね、いわゆる企業塾に行ったりとか、マーケティングの勉強したりとか、 ネットのなんかね、勉強したりっていうのは、やっぱりセミナーに出て、え、勉強をしました。で、そのセミナーの受け方っていうのは結構大事な点があるので、ちょっとお伝えしたいと思います。で、セミナーの受講の点で、まあ私はね、あの、先生をやる側でもあるんですけれども、セミナーの受講のコツ、まず一つあります。これは何かっていうと、えー、まずね、やっぱり先生に認知された方が得です。 先生にね、ああ、なんかこういう人いたよね、とか、まあこういう人来てたよね、とかって思われた方が得です。なんでかっていうと、やっぱりその道の先生はプロです。そして、その生徒、例えばね、30人ぐらいいた中でも、まあ、僕もね、先生側として、まあ全員覚えられないんですよね。 だから、やっぱり誰か覚えた方が得だし、そして覚えて何をしてほしいかっていうと、やっぱり、その中でね、結果を出したり、アピールするっていうのはすごい大事です。そうすると何が起こるかっていうと、おお僕のセミナー出てくれて結果出たんですかとかね、えー、なんか勉強になりましたみたいな話を聞くとね、まあ先生も人間なんでね、なんかこう、応援したくなります。 あ,ありがとうございます。じゃあちょっと今度ね、あのー、Facebook もしやってたらそれシェアしますよみたいになるんで、やっぱりね、セミナーっていうのはなんか後ろの方でいるかいないかわかんないようにひっそりと受講するっていうのはちょっともったいないと思うんですよ。なのでセミナーの受講の仕方としてはやっぱり積極的に、まあ、参加して講師に覚えられる。つまり、まあ、一番前に座って発言したり質問したり名刺交換して、え覚えてもらって、で、アピールして、 で終わった後ね、いや先生のね話し方のおお話のね内容を聞いてねそのノウハウ通りにやったらすごくビジネスが向上しましたみたいな報告をするというのがすごく大事なあ受講の仕方それから、まあ、受講後のね態度だと思っていますなのであなたもねぜひセミナーに出たらやっぱり先生に応援されたらね その後、絶対ビジネスがうまくいくっていうか、かなりレバレッジが効くので、ぜひそういう意識を持ってね、セミナーに出てみてください。もう単純に受動的に受けるんじゃなくて、やっぱ能動的にアピールして、えー、先生にね、食らいついていくという意味でね、あの一番前に座ったり、その後アピールしたり、質問したりするっていうのは必ずやりましょう。ということですね。それがまあ僕もね、あの出た時意識してることなので、ぜひ覚えておいてください。えー こういった感じでね、えー、ビジネス。まあ、あとは私の専門領域である話し方について様々な動画アップしておりますので、えー、ぜひね、えー、チャンネル登録していただくと、おその通知をオンにしてもらうとね、えー、私の動画がアップされるごとに、あなたの元にメールで通知が行きますので、えー、よかったらチャンネル登録なんかもしていただきたいしですし、私はメールマガジンもやっておりますので、あの90分の動画プレゼントというページをクリックしていただくと、そのプレゼントとともにね、メールマガジンも 読むことができますので、ぜひね、そのあたりもご覧いただければ嬉しく思います。以上、スピーチジャパンの三橋大輔がお送りしました。